相沢ザカオルは、日本中央競馬会美保トレーニングセンター所属の、長教師。主な管理場に1999年の優秀品馬、優勝馬埋めのファイバーなどがいる。1959年、北海道に生まれる。大学時代に、牧場でアルバイトをしてから競争場に惹かれるようになり、当初は、日本中央競馬会の獣医師を志していた。 北海道の白井牧場に入り、牧場を回りながら獣医師としての研修を積んだが、現役の競争場に携わりたいとの思いを強くして、目標を調教師に改め、競馬学校を経て、美穂トレーニングセンターの前田貞久社に、調教助手として入った。40歳までに調教師免許を取得という目標を自らに課し、果たせなかった場合は獣医師資格を活かして開業医に、 なろうと考えていたという。1997年、38歳で、調教師免許を取得し、翌1998年に旧社を開業した。初年度から梅のファイバーが、慶応杯3歳ステークスを制し、調教師として、重賞初勝利を挙げると、翌1999年にはドーがオークスを制し、GI 競争初制覇も果たした。同時期には抽選場ながら、 重賞4賞を挙げた上天ブレーブも手掛けている。2010年には2005年にスプリングステークスを制していたダンスインザモアが福島記念を制し5年8ヶ月という JRA 史上最長間隔での複数重賞勝,勝利記録を樹立。2012年には年間で29賞を挙げ関東の優秀長教師匠を初受賞した。2014年12月14日 中山10レースのミホステークスでマイネルミラノが1着になり JRA 通算300勝を達成する。カッコ内は藍沢管理下における優勝重賞競争。ふとじは g i 級競争。ふとじは文化生。カッコ内は旧社所属機関と所属中の職分。ありがとうございます。